はい、ということで、今回もですね。ええー、と、ウクライナ情勢についてお話をさせていただきたいと思います。で、前回の映像を撮ってから1ヶ月ちょいぐらいが経ったんですけど、残念ながらまだあの停戦合意には至ってないというところでで、普段、皆さんあのいろんなニュースを目にすると思うんですけど、そのニュースの多くは？ 大体そののどどこどこの街で爆撃ががあって、えー、何人が亡くなりまししした、えー、ロシア軍がここんだけ残虐なことをしま,したまあそういうニュースが結構巷では溢れてると思うんですけど今回はあのそういった局地的なニュースじゃなくてロシアとウクライナの間での停戦協議あとはその経済制裁についてあのちょっとお話の方をさせていただきたいと思います。でなんで僕今回この2つのトピック選んだかというと。 僕の,その個人的な意見ではあるんですけど、まあ、あの見てわかるとおり NATO はあの武器を送ってその経済制裁はするんですけれどもそのロシアとウクライナの間の,その直接交渉にはあの入ってこないということがあの分かったので,で今、停戦に向けてその道筋っていうのがおそらくそのロシアとウクライナの,その間の 話し合いで停戦合意に達するか、もしくはその経済制裁でそのロシアをあの経済的にボロボロにして、戦争どころじゃなくす。その 2つの、えー、パターンしかないのかなっていうふうにあの個人的に思うので,で今回今この2つがどういうふうに進んでるのかっていうお話をさせていただきたいと思いますまずその前にすごい簡単に今の,そのウクライナの現状の勢力図について説明させていただきたいと思いますでこれがあの毎日アップデートされるアルジャジーラの、えー、現在の戦況を表すマップなんですけれども赤のところがロシアが制圧している地域 で青のところはもともとロシアが制圧してたんだけどロシア軍が撤退してウクライナが奪還した地域の図になりますでこの南部の丸がついているところのここがクリミア半島なんですけどここは2014年にロシアが制圧したところででこの東側に丸がついているところがドンバス地域ですね要はロシア系住民がたくさん住んでてウクライナから独立宣言を行ってロシアがそれを認めたっていうようなところです で、このドンバスとクリミアの間の部分ですね、このロシアがコントロールしているエリアなんですけれども、ロシア軍がなんでこのエリアを制圧したかというと、ここを制圧するとロシアからクリミアまで陸路で補給が行えるからなんですね。その前までクリミア半島って、あのロシアから橋一本でしか繋がってなかったんで、補給するのが大変だったんですね。ということで、この地域を制圧することで、 まずロシアとドンバスが繋がって、で、ドンバスとクリミアをつなげるっていうようなところで、この地域をロシア軍が占領したっていう見方が非常に強いです。で、これが今一番激戦地になっているマリウポリですね。ちょうどクリミアとドンバスを繋ぐ間にあるところで、ここでは今も非常に激しい攻防戦が行われているっていうニュースが日々流れています。 というように、まあ、現状をさらっと説明の方をさせてもらったんですけれども、次は停戦協議についてお話の方をさせていただきたいと思います。ロシアって当初、ウクライナの非ナチス化と、あとは武装解除、それと、NATO 入りの阻止、その3つが目的だったんですけれども、ロシアが少し要求を変えてきたというような報道があります。これ、フィナンシャルタイムズのニュースなんですけれども、で、この一文を見ると、ロシアはこれ以上ウクライナに非ナチス化を求めない。 っていうようなことと、あとはウクライナ軍をどこの国とも同盟関係にない独自の軍隊にするのであれば、ウクライナを EU に入れるような準備があるっていうようなことを言っています。要はロシアはウクライナに対して軍事的に中立的な立場を取れっていうような要求をしているっていうことが言えます。 まずそれに対してウクライナがした回答っていうのはその西側諸国の安全保障の枠組みの中に入るのであれば軍事的に中立な立場にいるっていうようなことを受け入れるっていうような回答をしています。で、なおかつ NATO にも入らないって言ってるんですね。じゃあその具体的に中立っていうのはどういうことなんだっていうことなんですけれども一言で言うと例えばウクライナ以外の国で戦争が起きた時に ウクライナはその双方にも一切手を貸さないし、そのウクライナのその自分の領土内にどっちの国の軍事施設も置かないっていうような立場を取るっていうようなことです。要はこれあのウクライナとロシアの地図なんですけれども、まあウクライナのすぐ後ろまでこう NATO が今拡大しているところで、で西側諸国のその安全保障の中には入るけども、その中立っていう意味で他国の軍は置かないっていうようなそういう立場を取ったんですね。 でこれが NATO に入るとどう変わるかっていうとウクライナの中に NATO の軍事施設が置かれる可能性が将来的に出てくるっていうようなことなのでそのあくまでも安全保障の中には入るけど NATO の中には入らないっていうのはロシアから見ると NATO 軍がロシアの国境までに来るか NATO 軍がウクライナの外側にいるかっていう違いになるわけですねつまりはウクライナ軍が中立の立場を取るっていうのはロシアにとっての安全保障につながるわけです で、これに関してはウクライナは相当情報をしていてで、ロシア側も一定の理解は示してるんですけどなんですけど問題になってるのがやっぱりそのクリミアとドンバスこれをどうするかっていうようなところでもちろんウクライナとしてはクリミアもドンバスもウクライナの土地だからっていうようなことを主張しててでロシアはロシアでクリミアは2014年に併合してるしドンバスの独立も認めててまあ、要はまあロシアの傀儡国家みたいなあのことでロシアは見ているので。 で、この2つをどうするかっていうところがあの大きな焦点になってます。これが3月30日ですね。最後にロシアとウクライナの間で行われた停戦協議の内容なんですけれども、このニュースサイトはあのウクライナ側のジャーナリストが出しているニュースサイトになります。そこではこんな感じで1,2,3,4,5,6,7と7つあのキーポイントがありまして、で、まず2つ目、これ何言ってるかっていうと、要はウクライナは安全保障の枠組みに、 入入りりまままますすすすよっっっててていいううここことととをを言言 NATO ののの第5条集団的自衛権これと同等の安全保障の枠組みにで、一番注目すべきなのが3番目なんですけど、これらの保証は、クリミアとドンバス、これには適用されないっていうようなことを言ってるんですね。つまりは、ウクライナは西側からの安全保障は受けるんだけど、とりあえずドンバスとクリミアについては対象外にしますっていうようなことを言ったんです。 でこれで一応3月30日の時点ではロシアもウクライナもお互いに一定のレベルまでの合意に達したっていうようなことは言ってるんですねまあ合意っていうよりかはちょっと一歩停戦に向けてえっと前進したねっていうようなことをお互いに言ってたんですねなんですけどその1週間後のニュースでロシアがそのイスタンブールで話し合った時とウクライナがその態度を変えたっていうようなことを 言い出したんですね。あのこれモスクワ・タイムズの,あの記事なんですけれどもでロシアの主張としてはトルコではウクライナはクリミア半島をその将来的な安全保障の枠組みに適用しないっていうようなことを言ってたんですけどその後に後日送られてきた草案その中にその文章が入ってなかったっていうふうなことを ロシアは主張してます。で、それについて、これはトルコの国営メディアのニュースなんですけれども、プーチンもウクライナが急に態度を変えたので、イスタンブールでの話はもうデッドエンドって書いてあるんですね。もうあの話し合いはもう死んだも同然だみたいな感じで言ってるんです。で、さらにプーチンが言ってるのは、イスタンブールの会話では一定のレベルまで合意に達したと。 それはウククライナのの安全保障の話で、クリミアとセバストポルセバストポルっていうのはクリミアにあるロシアの軍港なんですけどそれとドンバスそこまでは広げないって言っていたとつまりはイスタンブールでの停戦協議の時はドンバスとクリミアっていうのは安全保障の適用外だったんですけどそのことが書いてなくてそれは何を意味するかっていうと将来的にクリミアとドンバスこれを安全保障の枠組みに入れる可能性があるっていうふうにロシアは、えー、言ってるんですね というような感じでロシアとウクライナは3月30日が最後なんですけど今までで6回協議をやってきて内容っていうのはその人道回廊だったりとか、まあ、いろんなことを話し合っているんですけど直接その停戦につながるっていうところでウクライナが NATO 入りを断念したそれで中立的な立場に立つ。 つまりはは他国のの軍をウクライナの領内には絶対置かないだけどウクライナ自体は西側の安全保障の枠組みの中に入りますよっていうようなことでそれに対してロシアは一定の納得を見せるっていうようなところでちょっと話は進んだかなと思ったんですけどやっぱりそのドンバスとクリミアっていうどっちも譲れないところでその停戦協議があの頓挫しちゃってるっていうような現状にあります。 ただこの停戦交渉についてあのいろんなニュースを見てるんですけどもやっぱり全体的なイメージとしては結局ウクライナがロシアに譲歩する形そういうイメージをあのすごく受けてますじゃあ続いてはえっ、ー、と経済制裁についてちょっとお話をさせていただきたいと思います で、すいません。あの、正直、経済制裁については、僕も、あの、わからないというか、すごい難しい部分が多くて、ただ、自分なりにいろんなニュースを見て、まあ、あの、あこういうことなんだな、っていうふうに納得した形で、あの、今回はお伝えしたいと思いますので、もし映像をご覧になられた方で、いや、お前それは違うよ、っていうようなことがあったら、あの、ぜひコメント欄の方で教えていただければと思います。まず、経済制裁って、あの、すごくいろんな形があるんですけれども、 一番わかりやすいのがまず輸出流の停止ですね。例えばヨーロッパだったらロシアに対してハイテク製品の輸出を禁止しますとか。で日本も実際に何かのニュースでチラッと見たんですけど、えっ、ー、と確か500万だか600万を超えるその高級車の輸出を禁止しますとか。これが多分一番わかりやすい経済制裁だと思うんですけれども今回のそのロシアに対する経済制裁で一番重たいのが金融制裁。 というところでで金融制裁の中にも今回のその肝の部分が2つあって1つはスイフトからの排除っていうのがあるんです多分皆さんニュースで聞いたと思うんですけれどもでもう1つが中央銀行の資金凍結まずこの2つがロシアにすごい大打撃を与えるっていうふうに言われてます。まずスイフト これについてちょっと簡単に説明させていただきます。まあ、僕自身で色々調べたんですけれども、おそらく簡単に説明したらこういうことなんだろうなっていうようなところで説明の方させていただきます。まず、例えば僕がアメリカから200ドルで物を買いたいっていうふうに思ったとするじゃないですか。で、その時の相場が1ドル100円だったとします。で、そしたら僕は日本の銀行に2万円と手数料を払います。 その時って日本の銀行が僕から受け取った2万円を両替してアメリカの銀行に送金するんじゃなくてアメリカの銀行に持ってる日本の銀行の口座から僕が買った人に200ドル払うっていうようなそういうシステムになりますなので実際に物理的にお金は動いてなくて要は僕が2万円と手数料を UFJ に払ったとしてそしたら海外にある UFJ のドル口座から僕が買った人に200ドルが支払われるっていうようなまあ、そういうシステムなんですねでこの一連の流れをものすごい円滑に行うっていうのがスイフトシステムらしいんですでこのスイフトシステムっていうのはもちろんその世界中の銀行とその繋がってて もう一日に何兆円ものやり取りがあって今これだけ海外との取引が多い世の中なのでもうこのシステムなしでは円滑なやり取りはできないっていうふうに言われてますで今回ロシアのスイフトから排除するっていうのは要はそのネットワークからロシアを追い出すっていうことなんですねつまりはロシアとロシア以外の国っていうのが円滑に取引ができなくなるんです なんですけど、実は、蓋を開けてみると、この一文、あの、ニュースから引っ張ってきたんですけど、このスイフトからの排除は、スベルバンクとガスプロム、スベルバンクっていうのは、ロシアで一番大きい金融機関らしくて、で、ガスプロムバンクっていうのは、まあ、ガスプロムっていうのは、ロシアの国営のエネルギー会社、この2つの銀行は、除きますよっていうようなことを言ってるんです。 つまりヨーロッパとか日本って結構資源をあのロシアから買ってるんですけどこの2つを切っちゃうとその資源が買えなくなって逆にこっちの国が困っちゃうっていうことですなので SWIFT から切られた銀行っていうのはあの非常にまずいことになってると思うんですけれども。 結構そのいろんなニュースで言われているのが、この2つのメインバンクを残しておいたらもう相当な逃げ道になっちゃうから、今回のスイフト排除っていうのはそこまで大きな効果はないっていうような見方も結構あって、実際にそのロシアと他国の諸の売り買いっていうのは、そのガスプロムバンクとスベルバンクっていうのを通せばできなくはないっていうちょっと抜け道を残すようなそういう制裁になっちゃったっていうようなことです。 で、金融制裁のもう一つが、中央銀行の資産凍結。これはかなり、あの、効いてると思います。まあ、ある意味、禁じ手でもあるとは思うんですけれども、やっぱり他国に侵攻したっていうようなことで、そのロシアを制裁しなきゃいけないっていうことで、えー、やった措置になります。ちょっとこれは、あの、順序立ててお話をさせていただきたいので、まず、国債の売り買いの話をさせていただきたいと思います。 ま、簡略化すると、例えば海外の投資家がロシアに100ドルを貸したとしましょう。それで約束としては1年後に110ドルお返しします。もちろん、それはどれで借りたんだったら、どれで返さなきゃいけないっていうのも、あの、当然のルールになります。これ今、あの、国債の売り買いをめちゃくちゃ簡略化して、あの、説明しています。 これでもしロシアが1年後に110ドルを返せなかったとしましょう。そうしたらロシアは債務不履行っていう、要はデフォルトっていうようなあの言い方になるんですけれども、ロシア経済が破綻したっていうような、そういうことになります。で、次は外貨の保有についてちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、まあこれはロシアだけじゃなくていろんな国に言えることなんですけど、基本的に一つの国が別の国の通貨を持つっていうのは、 その発行する相手の国に口座を作ってそこにお金を持つっていうのがその基本的な流れなんですね。なのでこの図で言うとロシアが持ってるドルっていうのはアメリカの中央銀行のロシア政府の口座の中に入ってるんです。もちろん日本円に関しても日本銀行のロシア政府の口座に日本円が入ってる。まあそういうことになります。で、今回の中央銀行の資産凍結っていうのは要はロシア政府が持ってる相手国にある自分のお金を 凍結したんですね。まあ、凍結っていうのはもちろんもう自由に出し入れできないっていうようなことなんで。ってなると、借りてたドルが返せなくなっちゃうんですね。ということで、ロシアが経済破綻する。これが今回の中央銀行の資産凍結の狙いです。ちなみになんですけど、これはロシアが持ってるルーブル以外のお金です。で、赤っていうのが制裁で凍結された資金。これを見ると、ロシアが持ってる外貨の半分ぐらいが凍結されてるんですね。日本は2番目に多くて580億ドル。 今の為替で言ったら7兆円分ぐらい。要はロシアが日本の中央銀行に持ってる口座なんですけれども、これを日本が凍結したんです。 あの、最近ニュース見てると、結構、ロシア、日本のことを目の敵にしてるんですけど、その背景には、この資産凍結っていうのはかなり大きいと思います。ということで、ロシアは、そのドルの返済期日が迫ってるんだけど、その返済ができない。このままだとデフォルトになるっていうような状況で、何をしたかっていうと、ロシアがドルで借りてたお金をルーブルで返すっていうふうに言い出したんですね。これ、ニューヨークタイムズの記事なんですけど、ここで言ってるのが、要はロシアがドル建ての借金をルーブルで 返すつもりだ。これはもうデフォルトみたいなもんだっていうようなことを言ってます。っていうような形でロシアをデフォルトさせるっていうのが今回の中央銀行の資産凍結の狙いになります。それでロシアをデフォルトさせるっていうのもあの狙いなんですけど、それと同時に起こることがあって、要は世界中でルーブルを持ってる人たちがいたんですけど、今回の戦争が始まったりだとか、その各国の経済制裁とかでルーブルの需要っていうのがめちゃめちゃ減ったんですね。 例えば、もし皆さんの手元に1ドル札があったとして、これが今100円だったとします。でも、もしロシアがデフォルトしたら、その1ドルっていうのが50円とか30円になっちゃうんですね。そしたらみんな100円のうちにそれ売ろうっていう風になるじゃないですか。っていうことで、世界中がルーブルをバーって売ったんですね。で、それによってルーブルが大暴落して、で、ロシア国内の輸入品の価格っていうのは当然それ上がるじゃないですか。 それで最終的にロシア国内でもういろんなものの物価がもうバーンって上がるインフレが起こるっていう。これもロシア経済をかなり痛めつけるんですね。これがロシアの実際のインフレ率の推移なんですけど、このチャート見るともともとロシアインフレ率かなり高いんですけど、2月から3月の間で9.2%から16.7%一気にドーンって上がってるんですね。これは通貨の下落によって輸入品価格の値段が上がって、 で、それに引っ張られて、いろんなものの値段が上がってっていうようなことで、一気に16.7%まで物価が上がったっていうようなことになります。じゃあ、これに対して、プーチンは何をしたかっていうことなんですけど、なんと、ロシアからガスを買うときは、もうルーブル以外は受け付けないっていうような、そういう法案を作ったんですね。今、ヨーロッパって、ロシアにすごい天然ガス依存してて、もちろん原油も石炭もそうなんですけど、今までってその支払いってユーロだったんです。 なんですけど、突然支払いはルーブルのみでっていうようなことを言い出したんですね。要は世の中でルーブルがめちゃめちゃ売られてて、すごい下落してる中で、ガスを買うためにヨーロッパってルーブルを買わなきゃいけないわけですよ。紙幣っていうのはもちろん需要と供給のバランスで上がったり下がったりするんで、ガスを買うためにルーブルの需要を増やすっていうようなことをやったんです。で、これがルーブルとユーロのチャートなんですけど、で、このチャートを見てもらうとわかるんですけど、これロシアの侵攻の後にガーンと落ちて、 でその後徐々に徐々に戻していってで先週あたりはその進行前より一瞬なんか値段が上がるぐらいになっちゃってるんですね。というようなことでそのプーチンの,そのガスの支払いをルーブルにっていうのは要は自国の通貨がこれ以上下がることを止めるためにルーブルの需要を無理やり喪失したっていうような。 ただまあ世界中ではそのルーブル払いには応じるのやめましょうみたいな話にはなってるんですけどそしたら結局資源買えなくなって困るのは自国民なんでこれはちょっと今後どうなるかあの皆さんもニュースを見ながらあの追ってってほしいなっていうふうに思いますでそれに伴って今ヨーロッパですごい起きてる議論がロシアから原油とか石炭とか天然ガスとかそういうの買うのやめようっていうようなあの動きがあるんですでそれが本当に可能なのかっていうようなところで これ、アルジャジーラの記事なんですけど、まあ、記事の内容としては、ドイツって、あの、脱原発を宣言してて、で、それが2020年に達成する予定だったんですけど、原発止めて、じゃあ電気どうすんのっていう話になった時に、めっちゃロシアに依存したんですね。で、この記事を見てもらうと何が書いてあるかっていうと、まずロシアから輸入している石炭ですね。ドイツってその電力を生産する上で使う石炭。 これの4分の3はロシアから買ってるっていうのことを言ってて、2021年は24億ドルだから、日本円で言ったら3000億円ぐらいですかね。それぐらいの額をロシアから買ってて、で、ヨーロッパ全体で言うと80億ドル。80億ドルっていうことは、今の為替で言うと125円だからもう1兆円分ぐらい石炭を毎年ロシアから買ってるっていうようなことが書いてあります。 で、石炭については今後オーストラリアとかインドネシアとか南アフリカとか他のところから買うことができますっていうようなことを書いてあるんですけどただ原油とガスに関してはそう簡単にいきませんよっていうようなことで 例えばこの記事が言ってるのって石炭だけで言うと1日にロシアから買ってる量って2000万ユーロなんですけどオイルとガスに関しては8億5000万ユーロ毎日買ってるんですねなので石炭はとりあえずやめましょうって言ってるんですけどその40倍以上のオイルとガスを買っててそれは簡単にあの輸入をやめることっていうのができないような状況なんです でこの記事はドイツのエネルギー生産におけるロシアの資源の割合なんですけど4.5%がロシアの石炭10.5%がロシアの原油15%がロシアの天然ガスなんですねってことは今そのドイツ全体のその電気それを作る材料の30%はロシアから輸入しているっていうようなことになりますで最後ドイツがロシアのガスなしでもやりきりできるようになるのは 2024年の中頃、もう2年ぐらいはかかるっていうようなことを言ってます。まあ、何が言いたいかというと、今すぐにロシアの資源なしで世界が成り立つっていうのは非常に難しいような状況にあって、それはつまりルーブルを購入し続けれければいけないっていうことですね。要はそれはロシアの経済を支えることにつながって、もちろん今の段階でも徐々に徐々にその経済制裁の効果っていうのは出てるとは思うんですけれども、今すぐその戦争を止めるためにロシアを経済破綻させたいっていう意図が あありりななががらも、もやっっっぱりロシアに依存ししてていいるるる分、ちょととと難しいところううような見方ができると思います。ただこればっかりはもう本当にわからないのでも,うもしかしたら明日ロシアが急に経済破綻するっていう可能性もありますしこの辺はちょっと本当に僕その経済の専門家とかではないので、まあ、どういうふうになるかっていうのは本当にわからないです。というようなことで今回は停戦協議とその経済制裁この2つについてあの話の方をさせていただきました。 やっぱり僕は何度も言いますけどあのこれ以上をそのウクライナ国内で死傷者を出さないためにやっぱり停戦っていうのが本当第一だと思いますのでどこどこが爆撃されて何人が亡くなったっていうその局地的なニュースを見ていくことももちろん大事ですけどその停戦を目指す上で裏でどういうことが起きてるかっていうことであの説明をさせていただきました。 おそらく普段皆さんが目にするニュースでもちょこちょこ停戦協議とか経済制裁とかそういうニュースが流れてくると思いますのでそういったところもあのポイントとして見てもらえればなっていうふうに思いますということで今回はこれぐらいで失礼いたします